こここんんんにちははばゲーム動画でいこうでうす別府競輪場で行われている全日本選抜競輪も、えー、3日目。今回は準決勝の予想を行っていきます。えー、概要ですね。10レース、えー、自力選手、えー、揃いました。うんどっち そうですね。強力は地域選手の反面、マーク選手がそんなに良くないんで、地域選手を中心にボックスで行ってみたいと思います。えー、11レーサーですね。えー、4分戦プラス1を超小間切れ戦になりましたが、えー、大田龍馬が記念優勝の勢いをかっ勝ってます。また近畿も古生も好調ですからね。 それに実績の浅いを加えた5人、五社、ちょっと多いですけど、ボックスでいきたいと思います。えー、12レースは、基本的に3分線。こちらはですね、積極的な先行選手がほとんどいないんですよね。軍事が一番バックを取るぐらいで。なので、まあ、け一応、準決勝なら、あの、平原がまだいけるんじゃないかなと思って、平原から、あの、 えー、車検にしました。はい。えー、まず、あのー、10レースですね。準決勝戦です。えっ、ー、と、地元勢、中川聖一郎しか残らなくなってしまいました。しかも、大分ではないですからね。熊本ですから。ちょっと、あのー、九州の開催にし,しては寂しい。 えー、状況になってるなっていう感じはします。えっ、ー、と、ここの9人ですね。えっ、ー、と、一番バック取ってるのが渡辺裕太ですか。二番目が吉沢淳平。三番目が山田久則。スタート回数は中川、中川の塩丸、小倉が5回と圧倒的に取ってますよね。 あと、ホーム回数と比較を見ると、吉沢はホーム回数が3回なんで、バック回数8回と比べて少ないんで、えっと、ホームスイカーをかまし早めのまくりと。一方、山田、え、渡辺は11回ずつとなるので、早めの仕掛けが予想されます。山田は、あの、バック5回、ホーム4回。逃げの決まり手がないので、 これはですね、一度、ホームで前へ出て様子を見て、か、かあの、恋を取るか、早めの仕掛けを取って、えー、そうですね、1コーナーぐらいから、後ろから仕掛けて、バックでできててるかの両方があるんで、次、逃げて、あの、早めの逃げで、こういう数字になっているじゃないと思います。 はい。こちら、小間切れって書いてますが、四分線ですね。えー、バック数が一番多い、渡辺裕太ーラインが長いです。えビネなりきよ。エビネですね、ちょっと大宮記念の4コーナー絶好だったんですけど、そこから伸びがなかったです。なかったとこはちょっと気になるところです。 今場所は特に目立っているわけじゃないですからね。もちろん、成稽をも、ここでは隠した、だと思いますし。え、えー、吉沢、諸橋。諸橋は悪くはないんですけどね。吉、吉沢がどうも、まだまだ、パッとしないというか、 はまらないとっていうところですよね。スピードでは中川ですね。その中川の調子、2着、7着、まだた1着はないですね。まあ、村はあるんですけど、もつれたときは中川チャンスだと思います。えっと、まあ、そうですね。先行するのはやっぱり渡辺裕太でしょうね。ただ、まあ、後ろのエビネが、 じゃあ、絶好かというと、ちょっと最近の出来はそうでもないんで、ここでですね、中断、行為を取りそうなのが山田久典だと思うんです。そういう器用な競争増えてきましたからね。で まくりを打つ。比較的ロングまくりになると思います。後ろ村上義弘いますからね。という仕掛けで、魅力あるのは山田久典なんですよ。なあ、だから、えー、っと、山田久典を重めにしたいと思います。基本あの4人のボックス。この4人のボックスですね。と書きました。ちょっと吉沢には、 不安があるので外させていただきましたで。中川もなんとなく届いてしまうんじゃないかなというわけなんですけど、この4人のボックス、まあ、渡辺が逃げ粘る、そこを、えー、山田、村上が先まくり、さらに後ろから中川のまくり追い込みというとこが順当だと思います。 そんで、それで、えー、っと、やっぱり山田ですよね。村上が後ろにいますけど、今だったら山田の方が魅力あるかなと思いますね。だから4点のボックスですけど、山田を重視したいと思います。11レースですね。浅井光太が登場です。 最高松坂で優勝を逃してしまいましたょ。平原と比べたら足はまだ落ちてないと思ってるんですけどちょっと気になる要素ではありますね。一方太田龍馬が、えー、高松記念で。 初の記念 V を達成いたしました。今すごく勢いに乗ってるんで、あさいに挑戦できる立場だと思います。なんかはですね、えー、和田山中へ並ぶと思ったら、山中和田なんですよね。人任せする和田。うんちょっと、山中が、あの、足溜めての、まくり一発なんで、不安としか言いようがないですね。 で見てみまししょうそして浅井吉田、まあ吉田前かこちらも吉田前かなと思ったら浅井はもう自分で行くということで足にはまだまだ自信あるんでしょうね。まあ吉田は追走に不安を抱えているような気はします。 ここで、えー、っと、重視したいのが成績なんですよね。あ、まずですね、バック回数ですね。故障15回ですね。あ、故障じゃない。えー、大田が15回ですね。和田るが10回。和田るが前を回った方がいいと思うんですよね。これ見たら。なんで回らないんだろう。回ったら結構太田も怖いんですけど、太田にとっても脅威になるんですけど、 山中に託すということで、太田が結構楽になってしまったかなという気がします。もちろん、アサイにとってもプラスですよね。故障は、まあ、その大田、香川の後ろからあの様子を見ればいいというわけですから、まあ、大田、 香川が行って、えー、そこに古書村上広之がつけるっていうのが一般的な流れになって、難関は後方に追い合えてしまうんじゃないかなと思います。木暮れや短期、どうするんでしょうね。でもなんとなく近畿の後ろにいるような気はします。大高川の後ろで決め打ちでもいいんですけどね。まあ、そんなにあんまり自力、 早めの時期は出せてないんで、どこで勝負するか。まあ、太田校長なので、四国の3番手がいいかもしれないですね。で、浅井が近畿の後ろからの仕掛けになるでしょうね。というわけで、やっぱり太田は無視できないですね。香川との関係ですね。いや、香川、 それほどの出来にはない,ないんですけど、結構、やっぱり今回、太田の仕掛け、最近の太田の仕掛けも早く早いんで、やっぱり先行する役割で、山中が逃げるとは思わない。山中や古城、浅井が逃げるとは思わないんで、太田が先頭立つ。太田がまあ、 剥がしながら行くかどうかなんですけど、そうすればごちゃつきますからね。アサイが仕掛けたりするかもしれない。山中の仕掛けもありますよね。なので、ごちゃつくかもしれないけど、基本的には展開的に一番恵まれそうなのは、香川。そして、古生だと思います。で、村上も4番手だったら、真っ記念優勝した時、 のように、縦の切れでそ、外を伸びてしまうかもしれない。なので、香川、古昌、村上、そして、浅井。もちろん、太田。あの、実質逃げ位置ですからね、太田はチャンスですよね。この五人、ちょっと、あの、5人はちょっと多くなってしまうんですけど、 絞りきれないですよね。逃げて、その、太田の決まり手見てても、まあ、バックとホーム回数見てても、バック回数の方がお倍近く多いんで、そんなに長い距離が踏めるわけではない。最近の傾向は、高松ではそうではなかったかもしれないんですけど、 長い距離踏んだ際に垂れて、香川とか、古生に刺さ、古生、村上博之、浅井康太にやれないかなと思って、まあ、太田のかけ方し次第なんですけど、まあ、この5人で、着ぐれを含めて、他の4人にはチャンスがないんじゃないかなと、思います。吉田も、ちょっとやっぱり浅井の後ろ、で、 ついていけるかなという疑問はありますね。浅井が早めに仕掛けたらいいんですけど、そういうレースはしないんじゃないかなと思います。最終12レース、準決勝戦ですね。えー、平原光太が登場してまいります。武田投機も SQS 班ですねで。松浦がピンピンと好調です。 原田,に乗り原田に乗るんですよね、松浦は。まあ、原田も積極性が、これバック見てみると、松浦の方が原田より上回ってるんですよね。というわけで、原田もそんなに積極性があるわけではないんですね。そこら辺、松浦にとっては不安要因だと思います。私は、あの、松浦、外しました。 先言っときます。先行するのが難しいんですよね。バック回数が一番ある軍事でも7回。しかも、報回数1回だけなんで、かましいですよね。普通。基本は。原田は行ってもいいけど2社。まあ、うまく坂口をこうできれば3社になるんですけど、どうだろう。後ろ、軍事の後ろ中村博なんで、 えっと、逃げるのしたら、軍事なのかなもしくは、軍事が前へ出て流したところを原田が、原田、松浦、場合によっては坂口もこう、こうしてかましていくという流れだと思います。どちらにせよ、平原が、 それなりの位置を確保してしまって、先に仕掛けて、武田がついていって、うん、この二人の折り返しかなと思いますね。平原も最近記念決勝で敗退続いてるんですけど、準決勝の安定性っていうのはまだまだありますからね。このメンバー、ちょっとやっぱり積極性っていう面では見劣るし、 かけても垂れるケースが多いんで、これなら平原でも届いちゃうんじゃないかなと思います。今の平原でもね。あと、やっぱり準決勝戦ということで、早めの仕掛けを心がければ、えー、武田の差し面はあると思うんで、基本的には1九 9, 9 1の裏表が、えっ、ー、と、絶対的な軸です。で、えー、相手ですけど、難関をしてみました。やっぱり、 中村ひ吉連れてるから、軍事は逃げると思うんですよね。一回は前へ出る。まあ、ここで原田は来るか来ないかなんですけど、軍事も逃げの決まり手はないけど、スピードはありますからね。うまく仕掛けたって、 好意に,にはまってというのはあの考えられると思うんで、こう、軍事を、軍事と後ろの中村を抑えてみたいと思います。なんとなく松浦じゃないような気がするんですよね、ピンピンで好調なんですけど、やっぱ原田が不安しかない。逃げ うまく逃げられるかといったらそうでもないしなーって思いますね。ただ逃げたとこでまくらえて、そこからはもちろん番手から出ていく競争も考えてるんですけど、原田にそこまでを覚悟があるかっていった疑問なんですよね。軍事の方がなんかに、最後逃げそう。まあどちらにしても、 平原以外は難しい競争になるんで、結局平原は餌食になってしまうと思います。はい。以上、全日本選抜準決勝の予想をお送りいたしました、はいえー。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ブログ、ツイッターもやっておりますので、ぜひ見てください。 この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリストを表示されますので、お時間ありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。えー、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で以降でした。